北海道日本ハムファイターズ10、4東北楽天ゴールデンイーグルス、23日、エスコンフィールド。日本ハムが軍事の4打点の活躍と万波の20号ソロなど打線爆発。2桁得点の猛攻で2連勝を飾った。前日は日本塁打で3打点。軍事の連日の活躍に新庄監督も笑いが止まらない。すすごいっすよね。2試合で7打点。 ランナーがいた時の軍司君派なんかやってくれそうな気がしてずっと使いたいと思うんですけど他の選手も期待しているし難しいですねと嬉しい悩みを口にした今期途中に中日から加入し大きな戦力になっているマルティネスが背中に張りがあったので誰を3番にしようかなと思って最初に軍司君が出てきて3番に軍司君の場合 何番でも任せられるのでと絶大な信頼を口にしたチームは連勝で借金14ここ10戦7勝2敗1分けとチーム状態が上がっており最近10試合かなりいいでしょこのまま最後までいきますと言葉に力を込めた私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです「軍事選手期待通りの活躍」 大チャンスで力んでまんふりするのではなくコンパクトに振って確実にタイムリーを打ちに行く2本とも見事なバッティングでしたこれスタメンで起用し続けない手はないでしょう鎌ヶ谷で外野もやってたから意外と大丈夫なのでは次の西武戦もこの流れでみんな頑張れ勝っても負けてもいつもは僅差でポンセあたりにスポット当たりそうですが 見事に先日に続き郡司がごっそりかっさらっていきましたねコメントも流暢でファンが増えそうスタジオ内 YMCA 合唱でアメリカみたいな盛り上がりでしたね万波も20本目おめでとうございます磯畑もバント練習してるようだし切磋琢磨してチームもファンも共に成長していけたらいいですね 最下位脱出後少し首位オリックスの打線が低調気味だからか日ハムの選手が元気なのが目立ちますね新庄監督でなければここまで選手が頑張れただろうか着実に育ってる若手の活躍も楽しみですソフトバンクのファンですが今はファイターズの試合をほとんど見てます何かワクワクしながら試合を見れています ソフトバンクににないものがあるように思えます。ファイターズはもっと細かい部分をしっかりやっていかないといけないと思うけど去年とは全く違うチームになったと思いますオリックスもいきなり今の強いチームを作れたわけじゃないし苦労した時代があったから強くなったと思います今年より来年とチームが成長していけばいいと思います ファイターズ頑張ってくださいあの13連敗はやはり雨降って地固まるだったんだよその後新庄チルドレンが身を結び始めてる一時はどうなることかと思ってたけど確かに成長してるこれは素晴らしいこのまま最後までぶっちぎりでいってほしい とはいえ、あまり背伸びせずに次の試合を一つずつ確実にものにする感じでいけば最後に思いもよらない良い結果が待ってるかも引き続き応援してますより大きいランナーがいた時の軍司君派なんかやってくれそうな気がしてずっと使いたいと思うんですけど他の選手も期待しているし難しいですねと嬉しい悩みを口にした軍司はチャンスに確かに強いけど チャンスメーカーカにももなれるるくらいい選選べる選手だと思います何より結果が出てる今の状態は他の選手より頭2つくらい抜けてるので確かに他にも育ってほしい選手はいるでしょうが結果を出してる選手に対して生え抜きでなかろうと使い続けるという正当な評価評価に対してのリターンを与えてあげてほしいマルティネスを休ませて勝てたのは大きい。 清宮、松本あたりも休ませれるなら今じゃないかな。清宮は昨日いい当たりもあったが1安打、松本は今日2安打だったけど直近何試合かトータルで見ると2人。とも結構落ちてる、万波も出場数は多いけどタイトル争い真っ最中で調子のムラも少ない、スター選手の階段を着実に登っている。 今までは消極法でスタメンを入れ替えてたけど今は調子が良い選手が多いから有効に活用してほしい。